どうも、中田敦彦です。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリーム現代社会、河野太郎編 <laughs> 総裁候補。さあ、やって参りました。総裁候補イコール首相候補ですよね。いやー、まさに今、真っ只中盛り上がってる総裁選なんですけれども、その総裁選の候補としてね。まあ、やっぱりこう、河野さん、岸田さん、高市さん、ねその中でも、 宇宙大学のね、コメントのリクエストに非常に多かったのはですね、この河野さんについて取り上げてくださいと。ねやっぱり世論調査でもね、国民人気的に言うと、やっぱり河野さん1位というね、ことになっておりますので、まあ今回ね、えー、河野さんの本出てるかなとって調べました。出てました。なんと2021年、今年本が出てるんですよ。ねそのタイトルがこちら。はい。 日本を前に進める。ねえ、いいじゃないですか。日本を前に進めようということでですね。まあ、他の方で言うと、まあ、岸田さんが岸田ビジョンっていう本を出してたりとかですね。はい。高市さんも本を出してるんですよね。サブタイトルが日本経済強靭化計画っていうですね。まあ、なんかその、まあ、あの、人類補完計画みたいなのが、すごいこうね、えー、タイトルの本をね。まあ、それぞれね、え出してるんですけれども、高市さんこれからですかね。はい。まあ、間に合う、総裁選に間に合うように出そうという感じで。まあ、だからちょっと急遽な感じ。 で、まあ、あの、岸田さんは去年ね、戦うんですけど、ギリ間に合わなかった去年の本が岸田ビジョンですよね。で、たまたま間に合ったというか、ま、あ、たまたまこの運よく今年ちゃんと出してたっていうね。えー、まあ、風が吹いてますよね。この河野さん。この本、面白いです。ねえ。どんな人かっていうのと、まあ、何に取り組んできたかっていうのが、これがね、非常によく書かれてるんですよね。うーん。ま、あ、まず大前提言っときたいのが、中田敦彦 あ何かすごく政治に対してアプローチをかけたいタイプではございません。まあ見ていただければわかると思いますけども、まあ習近平やらプーチンやらもう何でも、とにかく皆さんの関心はですね、あるところを説明するというのが私の。 宿命であり、使命でございますから、基本的に誰かを応援したいとか、政治がこうなればいいとかっていう心情が非常に強いタイプではございません。なので今回はですね、皆さんのリクエストがあったから説明するというところになりますので、まあ、その政治的思想であっちとかこっちとかは、ぜひ、皆さんの思うままで大丈夫です。その上でどんな人なんだろうっていうのはね、支持してる人もしてない人も知っとくと面白いかなというところがありますので、聞いていただければと思います。河野太郎さん、これ面白いですよ。 まあまずですね、一人の政治家さんについて、その本を読んで、この人こうやってきたんだってやる経験がまず僕初。ねで、もちろん歴史上の偉人とかやってきましたよ。プーチンとか衆議院とかいろいろやってきましたけど、まあ、現役の政治家さんでやるのは初でしたね。まあでも政治家さんって本出してる人って多いんですよ。ねでもあんまり読まないでしょでも読んでみると、政治家っていう人が何をやってきたのかっていうのが結構わかるんですよ。まあ政治家の人がどういうことを思って、 まあ何に、まあ、メインテーマとして取り組んでいるのかっていうのが分かると、あなるほどなと。ね、パブリックイメージでね、政治家ってどうせ悪いことして金儲けてるんでしょ国民の言うことも聞かずに両手いってるんでしょっていうそういうイメージばっかりですけれども、まあそうじゃなくなるというね。実はですね、この河野さん、実績何って言える人います いないですよね。顔はわかるよ。それはニュースで見てるからね。で、なんか、ね、なんかその政治家の家系なんだよね。初代じゃないんだよね。っていうところまでは知っても実績わかんないでしょこれが面白い。あ、あれとかこれとか知ってるよっていうのが、あ、あれって河野さんが携わってたんだっていうのがわかるのが今回面白いので、幼少からザーッとエクリストイニムにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、家柄がすごい。これはすごいんですよ。これはもう、 そんな泣く子も黙る家柄ですよ。非おじいさんが河野治兵。で、おじいさんが河野一郎で、お父さんが河野洋兵。お父さん河野洋兵までは知ってるよっていう人はいるかもしれないんですけど、非おじいさんからまず政治家なんですよ。政治家、政治家、政治家。それも大物、大物、大物です。河野治兵というのが神奈川県議会の議長。だから、まあ、神奈川県において非常に有力な 地元の政治家さんだったんですね。河野治平さんというのが。その上で河野一郎からもすごいですよ。 河野一郎は言ったら、もう戦前から、ね、立憲声優会とかで、ね、それで活動してて、で、戦後、ね、公職追放されて戻ってきて、あの、あの、鳩山一郎さんと一緒に党を立,て上立ち上げてた。要するに、吉田茂っていうエリート官僚派と、鳩山一郎っていう、それ以前から政治家としてやってた党人派の争いがあるっていう動画、私の以前の自民党の派閥誌でやりましたよね。その鳩山一郎さんの、まあ、そのグループだったわけなんですよ。 ねえ、だから当人派なんですよね。だから根っからの政治家、だから官僚上がりということじゃないわけですよ。その、鳩山さんのね、グループに入ってたので、まあ結構争いましてですね、その上で最終的には副総理までやってるわけですよね。池田隼人内閣ですとか佐藤栄作内閣で、まあもう一歩で総理にっていうところで総理になれずにですね、副総理というところまで行くと。まあでもすごくないですか でも我々普通の一般人からするとですね、副総理、おじいちゃんが副総理っていうね、嫌だ言ったことないですね。うちのおじいちゃんは副総理っていうところないですからね。ね、副社長でもすごいのに、副総理っていうね、すごいことですよ、おじいちゃんが副総理。ね。その上でお父さんは、ね、お父さん、河野洋平さんはなんと自民党総裁です。総裁経験者です。 ところが、これが面白いのが、河野洋平さんというのは、その自民党のね、55年体制と言われる、1955年から始まったそのね、自由党と民主党がくっついて、自由民主党としてずーっと与,与党をね、担ってきた中で、たった4年間だけ、戦後たった4年間だけ野党に下ったことあるんだけど、その最初に野党に下った時、あの小沢一郎さんがうわーって大暴れしてた時ですよ、ね。 もうすごい。もう連立政権がすごくて、その中の、まあ、トップで森、細川森弘さんを盛り立てて、小沢一郎さんが反乱をね、竹下登の次は俺だと言ってたのになかなか出番来ないじゃないか。なかなか変えさせてくんないじゃないかっていうことで自民党を飛び出して小沢一郎さんが大暴れして野党に下った時の総裁。ええ、野党、史上初の野党自民党総裁なんですよ。河野洋平さんっていうのが。 すごいですね。で、どう戻ったかっていうと、その後、自社さって言って、社会党と組んで、もともとは自民党の成り立ちから言って、社会党との対立の中で自由党民主党でくっついて自民党になったから、もう終生のライバルである社会党とまさかの組んでですね、その社会党の村山富一さんを担ぎ上げて与党に戻るというですね、もう大荒技で戻った時の副総理なんですよ。 河野洋平さんは、奪われて、それから取り戻した時に、もう村山富一さんを担ぎ上げてでもですね、与党に戻った時の副総理なんです。だから、くしくも、おじいちゃんもお父さんも副総理なんですよ。総理にあと一歩でなろうと思ってなれなかったという、この河野家。面白いですね。その河野太郎。ね、四代目がですね、 三度目ならぬ四度目の正直ということで、今回、総理に挑戦しようとしてるっていうのが、これドラマですよね。面白いですよね。ま、この自兵一郎、洋兵と続きましたですね。このエリート一家ね。ま、母の勧めでですね。ま、地元の小学校に行ってたんですけども、母の勧めで、あのね、太郎くんね、あの、慶応行ったらどうなのということで、中東部から慶応ですね。 まあ、慶応非常にいいところだというね、評判ですね。まあ、あの中田敦彦も慶応大学を出てるっていうことでね、非常にいいところと、あの非常に漠然とした、漠然、急に中田が出てくるんですけどね、急にってね。 あれ慶応中東部入ったんですよ。まあ、僕はね、大学からなんで、どっちかというとね、あの、頑張っていった、おぼ、おぼ、おぼっちゃん系列じゃないですね。頑張って勉強して、無理やり入った慶応のやつですけどね。あの、慶応幼稚舎から入ってる人がエリートとか言われてますけども、まあ、神奈川の平塚にいたんですね。平塚から中東部、ね、東京都の港区の三田にありますから、結構ね、ちょっと遠い。 ねえ、中学から結構長い間自転車、あの、電車に乗ってですね、揺られてですね、ええー、まあ、それでいいところに行こうと思ってですね、まあ、慶応の中等部入って、で、高等部入ってと。で、部活動もしてたんですね。この頃は非常にね、スポーツ少年なわけですよね。競走部。ねこれあの、競走部って言って何ですか走る競走ですよね。あ、言い方珍しい。みたいなね。陸上部ですわ。言ったら。陸上部入ってたんです。ねなんでかっていうと、お父さんの河野洋平さんも、おじいちゃんの河野一郎さんも大の、 陸上好き。河野一郎さんに至ってはですね、あの、箱根駅伝とかにも出てたんですね。早稲田の選手として。で、河野洋平さんは早稲田の陸上部のマネージャーとして箱根駅伝に携わってるので、もう河野家はですね、もう正月は必ず箱根駅伝を応援しに行くっていうのが家族行事なぐらい陸上一家なんですね。政治家であって陸上一家も競争大好きというね。もう競争が大好きなんですよね。面白いですね。闘争本能ですね。 はい。で、まあ、ね、そんな親父、おじいちゃんの流れがあるから陸上部入ったんですけどもね、中等部でね、えー、陸上部入って、まあ、競走部ね、まあ、わかりやすく陸上部って言いますけど、陸上部入ってね、最初ね、練習嫌いだったからね、えー、運動会とかでね、最下位取っちゃうんですよ。えー、なんだよ、お前、陸上部なのにさ、なんで運動会最下位取ってんじゃねえよってね、馬鹿にされたの悔しかったんでしょうね。そっからものすごい練習してですね、最終的には、慶応中等部のですね、歴代、 のですね、記録を塗り替える記録を出してですね、部活を終わるというですね、非常な努力家ですよね。現在もその中東部の記録は塗り替えられてないらしいというので、まあ、非常に本物な記録ですよね。すごいですよね。本気出したら太郎は早いというですね。あの、サボってただけなんでしょうね。だからだ政治的にも陸上的にもエリートなんですよ。すごい体力があるんですね。とんでもなく頭が良くて、すごい体力があるっていう、とんでもないスペックですね。 面白いですね、河野太郎さん。ね。その上で中高って卒業しまして、大学も、まあこの流れでいくと、慶応大学に入るわけですよね。中高大と。まあ問題なければ大学まで行けるよっていうのがね、まあそのね、慶応の中東部、高東部ですから、まあ大学まで行くのかな、なったところで、ここでですね、太郎さん、天気を訪れますね。アメリカに留学したいんだってことをですね、お父さんの洋平さんに伝えるわけなんですよ。ね、アメリカ留学すごいじゃないですか。この時代にですね、 ねえ、自分の意思で言い出すんですよ。アメリカ領域はしてこいじゃないですよ。ね将来の勉強のためにしてこいじゃなくて、自分で行きたいんだって言うわけですよね。ああ、なるほどと。大学、慶応じゃなくて、アメリカの大学行くのかと。それに対してね、お父さんの傭平さんはですね、反対するわけですよ。ああ、はいはいはい、わかったわかった。じゃあ、慶応大学を卒業してから、大学院はアメリカに行ったらいいんじゃないかって言われたんですね。まあ確かに妥当ですよね。まあ言ったら中高まで行ってるわけですから、大学までね。 安定したところをやっといて、で、慶応大卒っていうの持ってから、固いの取っといてから、大学院アメリカ行く。まあ正当なルートだと思いますよ。僕でもそう言います。子供がそう言ったらね。まあとりあえず慶応大学行って、その後、あの、留学してもいいんじゃないって言うんですけど、嫌なんですね。非常に意志強いんですね、太郎さんね。嫌だ、俺行きたいと。ね。そしたらその河野洋平さんから、じゃあ自分でお金貯めて勝手にしたらいいんじゃないですかってなってるわけですね。まあちょっと口論になるわけですよ。そんな中、ね。 あの、洋平さん、お父さん思うわけですね。こいつまだ自分の英語力とかね、自分の行動力を過信しとるなと。よしちょっと冷や水をかけてやろうということでですね、アメリカ大使館のパーティーに子供を連れて行って、自分の英語がどれだけ通じないかをですね、味合わせてやろうというふうにしたんですね。お父さんがアメリカ大使館のパーティーにすぐ連れて行ってくれるという家柄。 あんまないね。うん。冷水を浴びせてやろうって言ってさ、まあ、英語を浴びせてやろうでアメリカ大使館のパーティー連れていかれるってどういう人っていうことなんだけど、まあそういう人なんですよ。だってもう、その、ねえ、だって総裁だから自民党の、自民党、まあ、まだなってないんだよ。自民党総裁のちに洋平さんになるんだけど、まだなってないんだけど、やっぱ自民党のさ、そういう立場にあるわけだから、すごいわけですよね。で、アメリカ大使館のパーティー行くわけですよね。そこでね、その、 英語の成績、中高とね、ずっと A を取ってた、いい成績取ってたからですね、自信あったんですね、この河野太郎さんね。で、まあ、その中でもですね、なんか一生懸命自分の中で、こう、アメリカに留学したいんだけれども、父に反対されるんだっていうことをですね、その大使館パーティーにいるですね、アメリカ人にみんな喋りかけるんですね。ちょっと聞いてくれと。僕留学したいんだ。でも父が反対して困ってるんだ。なんとか説得してくれないかってことをみんなに言うんですよ。そしたらですね、そのアメリカ大使館の人全員にですね、 うーん、お父さんが正しいんじゃないのか大学までは日本に行って、大学院でアメリカ行っても遅くないよって言われるんですね。で、シューンって処ゲ帰るんですけども、その、そのね、帰り際にですね、洋平さんが話しかけてるんですね。お前、見てたぞってですね。お前、全員に反対されてたなって、ね。うん、そうだけど。ね。反対が全員ってことは逆に面白いな。お前、行ってみるか。洋平さん言ってきたんですって。 面白いですね。政治家の人っていうのは何言うか分かんないですね。全員に反対されてるってことはですよ。ね。逆になんかチャンスなのかも。普通の感覚で普通に育てるんじゃなくて、それでも行きたいって言ってるこの河野太郎。面白いやつかもしんない。お前行ってこいっていうことで,ですね。行かしてくれるようになるわけですね。なので、慶応大学に所属せずにですね。 ええ。そっから、あの、アメリカの、まあ、まずはですね、全寮制の高校に1年行ってですね、英語力をちょっと上げてから受験して、ワシントン州のジョージタウン大学ってところに入ります。ね、まあ、他にもですね、まあ、その、もっと都心のところとかいろいろあったんですけども、受かったところで、参考ぐらい受かったですね。まあ、でもちょっと、あんまりにもね、あの、繁華街が近いと遊んじゃうなとかいうことで、ワシントン州のジョージタウン大学だろうと、いうことで入ったということを言われてますね。 で入って、それでまあなんとか一生懸命頑張るわけですよ。ね面白いのがですね、そこでもね、一芸が役に立つと。ね。あの、競争部早かったでしょね。大学のですね、クロスカントリー部とかに入ってですね、英語はまだまだだけども、やたらとね、体力のあるやつがいるっていうことで、非常に仲良くなるみたいですね。ねでまあそのクロスカントリー部の移動のバスの中でですね、おい太郎と。 ちょっとこの単語発音してみろって言って、そのクロスカントリー部のみんなに移動中の遠征で移動するバスの中で英単語の発音なんかを鍛えられたと。まあクロスカントリーね、様々であると。あの時の仲間のおかげであると、今の発音はというようなことがありますね。まあ単身飛び込んでね。でそのジョージタン大学がカトリック系なんですけども、カトリック系かどうかもわからない。そんな状態で入ったみたいなんで、かなりですね、挑戦心溢れてるんですよ。 チャレンジマインドすごいですよね。親に反対されてもアメリカ行く。アメリカで自分で大学決めて、その上でも自分の体力だけでですね、なんとかですね、みんなとコミュニケーションを取ってですね、まあ、食堂の場所も最初分からなかったらしいですね。そのジョージタウンの前の高校時代の話らしいんですけども、食堂の場所も分からずですね、ぼーっとしてですね、お前何してんだと。どこ行きたんだと。 でもお腹がずーっと減ってるけどですね、あの、どう言って英語で伝えていいか分からずにですね、ちょっとお腹の空いた顔でずっと目を見つめてたらですね、腹減ってんのかって言ってですね、あの何も喋らず食堂まで連れてってもらったっていうね、そういうエピソードとかもありました。非常にですね、まあ、あの、まあ、準備が万端になってから飛び込むよというよりは、もう自分の意思を信じてですね、あの、まだ準備が整ってなかろうが、次進む、まあ、そういうタイプなんですよね。 はい。そんな大学、ジョージタウン大学でいろいろ勉強していくんですけれども、その中でも非常に面白,面白かったのが、そのジョージタウン大学、ワシントン州ですよね。はい。なので、ワシントンポストっていうね、まあ日本でも有名な、ね、新聞ありますよね、えー。政治とか経済とか載ってるワシントンポストをね、定期購読し始めるらしいんですけども、そこでショック受けるんですってね。 えー、日米間の関係は非常に緊密で重要な関係だって日本では聞いてるわけですよね。お父さんも政治家だから日米ってのはね、もうほんと親友みたいな関係だって聞いてるわけだし、日本にいてもね、まあその頃マイケル・ジャクソンとかマドンナとか、あとハリウッドスターとか、いろんなアメリカの情報が入ってくるわけじゃないですか。ですがワシントン、ワシントンポストを見た時にですね、全然ジャパンの文字がないと。えってショックを受けるんですね。日本ってどういうふうに思われてんだろうと。 日本にいたらアメリカのいろんな情報入ってくるのに、アメリカを読んでみても日本の情報が全然入ってこない。もしかして関心薄いのかなすごい悔しい思いをした。それをよく覚えている。ねえ、らしいですね。その上で、やっぱりアメリカを中心として回っていた時代、特に冷戦の時代ですよね。レーガン大統領がですね、その時の政治家らしいんですけども、大統領なんですけれども、まあ、共産権とは非常にですね、対立しているんだと。ねえ、共産主義ね、ね、とは立ち向かうんだということを言ってたわけですね。 へえと、共産権って言ったら、いわゆるソ連とかそういうことですよ。ねえ。この前もやりましたよね。えー、中国、習近平とはどういうふうに成長していったのかの中で、共産主義っていうのが出てきますね。やっぱりソ連とか中国、共産主義っていうのは、この戦後のね、第二次世界大戦の後のですね、世界のですね、重要な、やっぱり、あの、ワードなわけですよね。その共産権、共産主義って何だろう興味持ったらしくてですね。そのジョージタン大学の3年生になった時に、 どっか違うところにも交換留学行けると。だから留学行った上で、そこでまたどっか行けるよってなってですね、共産圏に1年留学してみたいと思うんですよ。面白いですね。共産圏にちょっと行ってみたい。まあ、1年じゃないですけどね。まあ、短い短期留学ですけど、どっか行き、どこ行きたいですかって言われてですね、ソ連に行きたいって思うんですね。アメリカとザーソ連に行きたい。すごい冒険シーンですよね。その上で、ソ連はですね、やっぱロシア語ができないと厳しいということで、ちょっとそれを受け入れられなかったんですね。 じゃあどこだっていうことで、共産圏で英語で行けるとこって言って、ポーランド。ポーランドのワルシャワ大学だったら行けるっていう本になったらんですって。で、行ったんですよ。実際問題、ワルシャワ大学に短期留学で。面白いですね。共産主義が見てみたいっていうね。そんな留学します なかなかチャレンジングですよねア。アメリカ行きたいんだよ、親父って言って、大使館で全員に反対されて、その上でアメリカ行くし、アメリカ行ってもうちょっとどっか行きたいって言って共産権も見に行くってね。ポーランドはポーランドで大変だったそうですよ。ポーランドについてですね、言われたのが、ここは、ね、ようこそポーランドへ。ここでは何をしても自由ですよって言葉で言ってくるんですって。言葉では、 これが面白いんですね。そのポーランドのですね、えー、ワ,ルワ,ワルシャワにはですね、その民主活動を行って、ノーベル賞を取った活動家の議長がいたんですよ。だから要するにノーベル賞ってね、ヨーロッパとかアメリカとかが出してる、やっぱその自由主義国が出してる賞なわけですよね。ですから、その自由を求めて民主化の活動してるのは素晴らしいよってなってるってことは、共産権の国の中ではマークされてる人ですよね。 その人に自由だから何してもいいよって言われたから会いに行こうって思うわけですよ。ねあれが面白いんですね。その議長のところに会いに行きたいですって言って、行こうって言ってですね、その一緒に留学した仲間と一緒にですね、その民主運動のですね議、のリーダーである議長のところにですね、行くんですって。案内役の人と。で、その案内役のね、そのワルシャーのね、大学の学生と一緒に行くわけなんですけども、入ってみてね、どうも。 よろしくお願いします。ね。何々議長です。っていうわけなんですね。その民主活動家のリーダー、ノーベル平和賞ももらってるわけですよ。そのリーダーがですね、あ、私との会話は全部当局に盗聴されておりますので、ね。当局にまずはご挨拶してください。すごいですね。ずっとその人を聴されてるんですよ。監視盗聴されてるんです。ね。それで、 あ、あ、ど、どうも、みたいなこと言うわけですね河野太郎と申します。日本から来まして。あのー、ね、ちょっと今日はいろいろお話聞きたくて、つって。はい、どうぞどうぞ、っていうわけですね。それでですね、その活動家の人とですね、こう話をするんですって。あ、そうですか、日本から。で、どんなことが聞きたいんですかああ、私はね、僕こういうことに興味ありました。そうですね。いや、ポーランドという国はこうでこうで、みたいなのを会話するんですけど、会話してる間ずっとその活動家がメモに文字を書いてるんですよ。あれ そしたら案内役の学生にヒュッて渡すんですね。そしたら案内役の学生がそれを読んで、またメモに字を出して、そしてまた渡すんです。そしてメモして渡してメモして渡して、それも一枚の紙にじゃなくて、一枚書いて渡したら、それを燃やして書いて渡す。燃やして。つまり、カモフラージュなんですよ。河野太郎っていう日本からの留学生が話を聞きたいって言って、 話を聞いてるよっていうののために連れてきた学生とデモ運動についての筆談でのコミュニケーションしてたんですって。衝撃ですね。こういう状況なんだ共産国ってのはっていうことをですね、見るんですね。そしてありがとうございました。ね、もちろんインタビューはもう上の空で答えてるっていうことがわかるわけですよ。もうね、その髪を燃やしながらね、筆談でいつデモができますかねみたいなことをやってる。 すごい状況だなと思って出るわけですよ。出たら、ね、その活動家の部屋を出たらですね、パトーカーが2台並んで、並んでたんですね。はい。じゃあちょっと、パスポート見せてもらえるって言われるわけですね。怪しいやつじゃないかチェックしに来るわけですよ。いや、ごめんなさい。パスポートはあの、ね、ホテルの方に預か、預け、荷物預けてるので、僕今持ってません。あ、そうですか。じゃあ、留置所まで来てもらいます。って留置所に入れられちゃうんですね。ええー、と。 その上で留置場で何も言われずにですね、ずっとこうですね、こう一日待機させられるんですね。でもこれどうなるのかなと。で、一緒に捕まった学生にですね、ど,どうなるんだろうってね、いう、う、聞くわけですよね、この太郎さんがね。そしたらその学生が答えるんですね。大丈夫。僕も一年で出れたから。一年で出れたから。その前回も捕まってて一年で出れたから。これどういうことなんだねってなるわけですね。でもう不安でしょうがないんですけど、翌日ね。 何事もなく、出ろって言われるわけですね。えだ、ー、って,て。出ろって言われてですね、じゃあ送ってやるって言って。ね自分は何の情報も言ってないんだけど、ホテルにちゃんとホテル前に届けられるわけですよ。あ、自分の居場所ももう分かってるわけですね。リサーチされたんですね。で、ホテルの部屋に戻るとですね、ホテルのベッドの上にですね、全部の荷物がきっちり並べられてるんですよ。要するに、全部の荷物もチェックしたよっていうですね、 脅しなんですよね。なんか余計なことするんじゃねえぞっていう脅しなんですね。すごい状況にあるんだな。この共産権の国というのはこういう状況なんだ。ねえ。 その大学留学中のですね、まずね、あのね、宿舎とかのね、シャワーも全然お湯が出なかったりとかですね、食事は常にですね、貧しい。赤株とかですね、もうね、漬けのキャベツとかですね、そういうね、もう同じメニューしか出ないんですね。野菜の、もう、質素な野菜の同じメニューしか出なかったりとかですね、すごく貧しくて、しかも、言論統制とか、盗聴監視が非常にですね、あの、強いという状況に、真似をタレにして帰ってくる。面白い経験ですね。なかなかね、こういう経験、 日本でね、我々それができるわけじゃないので、こういうお話も載ってるんですよ、この本ね。面白いですね。そんな中で、共産主義ってのは分かったと。そして、戻ってきてですね、その日本に帰国するまでね、はい、まだジョージタウンで何がしたいかというと、そのあたりですね、アメリカの政治家の人のですね、選挙を手伝うってやるんですね。すごいですね。ねアメリカの政治の選挙を手伝う。だからもう、政治家になるために生まれた男ですよね。 もうすごいよね。大学生の時何してましたうちの相方なんてテニスサークルで合コンしてましたよ。 僕はテニスサークルでの合コンに馴染めずに泣いてました。<laughs> それぐらいのことですよね。テニスサークル僕は1ヶ月で辞めてですね、ずっとお笑いのビデオを家で見るっていうのをやってましたけどね、えー。うちの相方は合コンやってましたけど、その間にですね、大学時代にですね、河野太郎さんはですね、共産権を見に行って、その上でアメリカの政治家のね、天気の手伝いをするとアクティブですね。 これがまた面白いんですよ。ね。もともとは下院議員ね。まあ下院議員、まあ衆議院、参議院みたいな感じで上院、下院ってアメリカあるんですね。で下院議員だった人が上院に倉替えしたいっていう事務所があったんですよ。で、そこの政治家さんの説業、あの選挙手伝おうってね、太郎さんがなったんですね。で、まあちょっと君にね、真面目そうだからリサーチ頼むよって言われたらしいんですね。わかりました。でね。 いやでもこの上院でこの人が出たいって言ってる選挙区のですね、エリアにはですね、現職で強力な人がいたんですね。それがですね、かつてのあのベトナム戦争での英雄だったらしいんですよ。すごいですね。ベトナム戦争の英雄が、えー、上院議員として現職で強いね、支持を得ているっていうエリアだったんですよ。で、その英雄がやったことってのがまた面白いんですよ。ね。ベトナムのですね、ゲリラ部隊に捕まってですね、 で、ベトナム戦争って史上初テレビ放送されたっていうね、えー、ことも YouTube 大学でやりましたよね。で、テレビの前にですね、突き出されるんですね、ガーってね、えー、捕まったそのアメリカ兵がですね、それで、ベトナムの捕虜になってるけれども、自分は丁寧な扱いを受けているっていうふうにテレビの前で言えって言われてたんですよ。ね。で、そのアメリカの兵隊がですね、その、 あ私はベトナムでこんな捕虜になっておりますけれども、今、あの、丁寧な扱いを受けているので心配はありません。えー、ベトナムのゲリラはいい人たちですみたいなことをですね、言ってるんですけどね、その瞬きでパチパチパチ、パチパチ、モールス信号を送るっていうんですよ。そのパチパチっていうモールス信号ですね、私はベトナムでとても丁寧な扱いを受けています。 これで何を送ってたか。t o u r t, o, u, r ってやって、t o u r 拷問って送ってたんですよ。拷問を受けてるって。すごいですね。だから、アメリカ兵は、そのベトナムで捕まると拷問を受けるっていうことがですね、だから助けてくれってヘルプミーですよね。それをですね、こうテレビで送ったことで、一躍有名になったっていう人が、上院で現職で今やってるっていうエリアだったんですって。 なかなか勝てそうにないですよね。これどうしたら切り崩れるかな、河野君って言われてですね、学生の河野太郎はですね、わかりました。これまでのこの議員の人がどういう法案に賛成し、どういう法案にね、反対したのかを見てみましょうって言ってですね、全部リサーチしたんですね。その結果、そのまあベトナムの戦争の英雄の対立候補が、 貿易赤字に対して、貿易赤字に対して消極的な政治家であるっていうことが明らかになったわけですよ。ね。なので、このデータから、この人は、この貿易赤字、経済に対しては少し弱い、消極的な対応をしている政治家だということが言えますので、この人のせいで、アラバマ、このね、そのエリアですね、アラバマは雇用を失ってるっていう切り口から攻めるのはどうでしょうなるほど。君面白いじゃないかって言って、 その選挙にですね、君ついてこいっていうことで、選挙演説についていくようになる。 面白いですよね。そんなこと思いつく今までの、その法案のどれに賛成、反対してるかをちゃんと調べて、この人はこの、こういう意見を持ってるんだったら、じゃあ、この意見に対して不満な人たちの声を膨らまして、対立候補としてぶつけよう。確かに、正候補なのかもしれないですけども、政治一家じゃない我々からするとね、そんなやり方があるのっていう驚きの方法ですよね。相手の弱点を分析して、刺すんだっていうことをやるわけですね。そして、見事、 そのです、ね、応援してた候補が僅差で当選するっていうすごいですね。まあでもね上院の選挙ってどんな感じかな送迎車があるのかなと思いきやですね自分で運転するんですねその上院のせ選挙のね先生が政治家先生がですね、まあ、もう今は,現現今はあの下院の,せあの政治家ですけど上院のねその選挙の演説のために。 で、隣に座って助手席でですね、マップを見てですね、今度のあの演説のとこはあっちですとか言って、マップで指示するナビゲーターの役をね、河野さんがやって、その候補のですね、ドライブ行って、と、と、着いたらですね、うん、さっきまで運転してたですね、その候補がですね、着替えてですね、演説を始めるっていうところをですね、ずっと見ててですね、これが最初のね、私の、まあ、選挙の原体験の一つであると書いてあるわけですね。 まあ政治家って偉いすごいっていうことしか知らないですけど、そうやってね、まあ非常に、あの、マッチョにですね、まあクロスカントリーじゃないんだからっていうぐらいですね、まあ回っては喋り、回っては喋りっていうこと、これをやってたんだと。そういえばうちの親父もそうだったなっていうことをね、河野太郎さんは言うわけですよね。やたらと日に焼けてる。なんでか。ね。演説してるから。街頭演説をしてるとですね、そのうちにですね、もうその、もうこのスーツから出てるところだけが真っ黒になるっていうね。 政治家やけをね、えー、するっていうらしいんですけども、そういう親父も見てたからですね、あ、やっぱアメリカも変わんないんだなと。やっぱり演説をですね、言ってやるんで頑張るんだなというところを見た。ね。共産権の勉強もできたし、英語も堪能になったし、その上でアメリカの選挙も手伝った。無駄がない無駄がない無駄のない、最、バッチリの留学をして帰国するんですね。で、帰国して、まあ、すぐ立候補するのかなと思いきやそうじゃないですよ。 一般のですね、民間企業入るんですね。富士ゼロックスに入社するんですよ。あ、そうなんだと。これ意外ですよね。で、富士ゼロックスでですね、君英語堪能なのと。ね、あ、そうですと。じゃあ、富士ゼロックスで社長がこう,こうこうこういう資料が必要だから、それの翻訳をしてくれって言うんですね。富士ゼロックスって会社なんですけど、英語の翻訳を任されるんですよね。 それに対して河野太郎さんはですね、わかりました。でも、翻訳のためにわざわざ赤坂の本社まで出勤するのは非常に時間がかかりますので、あの、家でやってもいいですかってなんとですね、リモートワークを提言するんですね。で、家でやってそさ聞いたことないけどもと。その時代にですね、リモートワークは全くですね、あの、やってる人が周りにいなかったけど、ちゃんと説得して、その上でね、その時もあ,あの、ね、通信機、ね、ネットで、その、原稿を送るっていう。 ね。そういう機会もですね、ちゃんとその、えー、上司の決済を経て買ってですね、翻訳して送る、翻訳して家から送るっていうのをやって、フジゼロックスで,ですね、リモートワーク第1号をやってましたと。だから非常に合理的な人なんですよ。この後もわかるんですけども、要するに無駄な仕組みとかですね、非効率的なことっていうのは嫌いなんですね。 だから自分でこれが効率的だな、合理的だなと思ったら、そういう仕組みを提案して前例がなくてもやるっていうタイプの人なんですね。河野さんとね。バランス見ながら調整するのがうまいっていう政治家さんもいるとは思うんですけども、そういうタイプじゃなくて、物議を醸しながらも新しい方法を提案するっていうタイプの政治家さんみたいですよね。面白いですよね。そんな富士ゼロックスね。ね。他にもですね、新しい体験として、シンガポールでのオフィスの設営にも携わると。 だからその出張もするんですよ。今度はシンガポールという。だからやっぱりね、アメリカ留学したっていう経験があると、国際的な仕事を任されやすいわけですよね。なのでシンガポール行って、あ、シンガポールってこういう個性があるんだ。ね。私も今シンガポールにいますけども、やっぱり日本とね、結構行政の仕組みとかね、政治のね、あり方っていうのもかなり違うんですよね。 でも、シンガポールでの事務所設営するだけじゃなくて、要するにシンガポール支部を設営するだけじゃなくて、そのシンガポール支部の上司が、実はシンガポールの与党、ね、人民行動党、PAP ってのがあるんですけども、人民行動党の議員だったんですよ。なので、それを受けて、その富士ゼロックスシンガポール支社長の、そのシンガポールでの選挙も手伝うんですね。選挙すぐ手伝うね。 河野太郎さんすぐ選挙手伝うのね。で、シンガポールでの選挙はこうなんだって。だからもうね、日本で出馬する前にアメリカでの選挙とシンガポールでの選挙両方手伝ってですね、実戦経験を得てですね、それでこうやってた。もうすべての行動がですね、もう後に政治家になるためのですね、もうすべては布石なんじゃないかって思えるぐらいですね、無駄のない経歴ですよね。 そして、その富士ゼロックスで、まあ、あの、働いてた、あたりでですね、そのあたりから、河野洋平さんが、かなり洋食に就くわけですよね。えー、外務大臣とかになったりとかしてですね、いろいろと、お政府に、えー、の、まあ、中央にいなきゃいけないということで、地元のですね、平塚の家を開けて、その、東京のね、議員の、おー、まあ、中枢の方のですね、はい、宿舎に入らなきゃいけないと。議員会館ですかね、そっちに入らなきゃいけないということで、 家が開くから、太郎戻ってこいと。ゼロクスやめて戻ってこいと言うてですね、平塚の家に戻るために、平塚の近くのですね、ところで就職し直したりとかですね、まあかなりですね、傭兵さんの力強いんですよ。もう、洋いわ、わかんないですよ。まあうちの、だから多分家も多分すごい大きい家なんでしょう。ね。家が開くから、ね。母さんも俺についてこなきゃいけないから、太郎戻ってこいと、すごい力ですね。 ね、大臣になるから、親父が大臣になって赤坂に行かなきゃいけないので、お前は平塚に戻ってこいっていうね。すごいね、聞いたことないですよね。父さんどうしたのって、あ,あ、俺大臣になるからお前家戻れってね。<laughs> なかなかないですけどね。まあ、大臣の言うことだったらしょうがないってことでね、家戻るわけですよね。はい。そこからね、ね ま、いろいろあるわけなんですよ。この河野洋平さんの野党総裁になるのもその頃で、その頃ですね、野党総裁になる。うん、うん、おー、ものすごい忙しい。ね。お前手伝え。いや、もう俺も忙しいからって手伝えなかったり。もうこのあたりでね、ライフステージのイベントことがたくさん重ねます。ね。そのあたりで河野太郎さんも結婚するんですよね。で、結婚の中、中央堂にね、あの、宮沢貴一さん。ね首相の。 首相経験者の宮沢喜一さんが仲人で結婚をね、取り行ったりとかですね、いろいろあるんですけれども、まあ、すごく大きいのはそのお母様がですね、はい、まあ、その末期の癌であるってことが分かってしまって、それで、まあ、その余命が半年ということで、まあ、もうなすすべなくですね、まあ、母の高いを見守ると。まあ、だから、その、父親が野党の総裁になるのと、 自分が結婚するのとお母様が他界するっていうのはね、どんどんどんと、まあ、重なってですね、まあ、人生の大きな転機を迎えるわけですね。そのあたりで河野太郎さんはですね、よし、俺も出馬しようというふうに決定したというふうに書かれてます。まあこのあたり非常にですね、まあいろいろと人生が動き出すっていうタイミングですよね。そのね、このね面白いのが、この河野総裁がですね、要するに野党に、えー、の党首になった時にですね、ね、その小沢さんが、 仕掛けたのが、小選挙区制ですよね。その時ですね、野党総裁の河野さんと、その、ね、細川さんと、の、その、会談の中で、小選挙区制になると。これもね、あの、私の授業でやりましたね。YouTube 大学の自民党の、派閥史の中でやりましたけども、中選挙区制から小選挙区制になるっていうのが、どういう意味っていうことなんですけど、実は、派閥の力が、 弱まるっていうことなんですよ。要するに、小沢一郎はですね、その派閥の政治の中で苦しんできたので、派閥の政治を弱めようっていう中でやってきたと。ねその派閥が弱まる、その小選挙区制になって、そこからは、主に世襲議員が活躍するっていうね。だから派閥だけじゃなくて、要するに派閥が強いって何か。ね。派閥が強くなったのはいつからか。田中角栄からでしょ。要するに、それまでエリートが強かったんでしょ。ね吉田茂の頃は、学歴が全てだ。学抜が全てだ。 東大のね、法学部卒業で財務省から降りてきたっていうやつが偉い。いやいや違うって言って、ぶち上げたのが田中角栄ですね。とにかくお金をまいてですね、俺の言うことを聞け、俺の言うことを聞けって言って、派閥を作ってですね、角栄派っていうのを作って、それが後に形政界とか竹下派になっていくわけですけども、派閥でですね、日本を牛耳ったのも,もう元祖が田中角栄ですよね。その田中角栄の流れを組む者が、 派閥を解体した事件っていうのが、その小沢一郎さんの、ね、その、与党を出て、小選挙区制にするっていうことなんですよ。だから時代の変わり目なんですね。それで小選挙区制になって、出ないかってなるわけですよ。しかもこれね、チャンスが吹いてくるわけですね。神奈川の15区っていう、自分の地元の近くで,ですね。神奈川の15区からはですね、要するに区が分かれるので、それまでの区,区の分け方と違うんですよ、選挙区の。 だから、現職で強い。だから、現職でもうすでに人気の人がいる区だけじゃないんですよ。新しい区ができるわけですから。その、神奈川十五区には現職が与党も野党も出ないっていう区を見つけたんです。河野太郎さんが。ここだーって言って。だからもう本当にね、ここだーって言ってですね、よし、神奈川十五区から出るって言って出るわけですね。最初は覚えているよと。 茅ヶ崎の駅前でですね、演説を始めるらしいんですね。茅ヶ崎駅ですよ。サザンで有名なね、砂混じりの茅ヶ崎のあの茅ヶ崎ですよ。ね。その茅ヶ崎でですね、駅前で演説を始めるんですね。ね。でもどんな演説をやったらいいのか、ね。ドキドキするわけですけども。ね。いやでも俺ずっとね、その演説を聞く側だったなと。ね。 聞いてた時に、なんか朝からね、拡声器でピーピーピー、ピ,ピ,ピーピーガーガー言ってんのうるさかったな、迷惑だったなと思って、拡声器は使うのやめようと。ね。地声で行こうって言って、地声で叫ぼうと。しかも最初にいきなり制作のこと喋っても、朝早い忙しい通勤時間だ。聞いてもらえない。俺は初出馬のね、まだペイペイなんだから名前覚えてもらわなきゃっていうことで、おはようございます。河野太郎です。行ってらっしゃい おはようございます。河野太郎です。いってらっしゃい。これだけを毎朝毎朝何時間も繰り返したみたいなんですよ。ねえ。そして一週間経ったある日にですね、おはようございます。河野太郎です。いってらっしゃい。繰り返してたらですね、おじさんが近づいてきてですね、おいあんちゃん最近毎日見てるよ。っ言ってきてくれたんですってね。最近毎日見てるよ。最近毎日頑張ってんじゃん。はいあんちゃん名前なんて言うんだいえっ 要するにですね、おはようございます。河野太郎です。行ってらっしゃい。しか言ってないのに、それを毎日見てる人に名前を覚えられてないってことは、政治家って超厳しいんだなっていうことを分かったみたいですね。やっぱり、政治家の名前なんて誰も積極的に覚えようとしないんだと。ね。これは大変な仕事だと思いながらですね、いや、諦めずに続けようということで、その神奈川の区をですね、演説して、講演会を少しずつ作ると。 いうことをやったわけですね。まあ、とはいえ、やはりね、地盤も看板もね、名前もありますか、かばんもありますから、初当選しますね。まあ、言ってもスーパーエリート政治家一家ですからね。 ま、やっぱり応援するって人もいるでしょう。ね。ただ、やっぱり、河野洋平の力で受かったっていうふうに、やっぱり言われたくないっていことで、洋平さんの応援演説来てもらったらっていうのは全部断ったみたいですね。いやいや、これは洋平の戦いじゃなくて、太郎の戦いだから。おいらない。親父はいらない。親父とは一切関係ない演説を俺はするって言ってですね。で、やったと。いうことらしいんですね。河野さんは、総理になるのか。総理になった場合ですよ。一郎さん、洋平さんができなかった、あの悲願。あの、悲願をたす。 副総理副総理総理ということですからねほんで3度目の正直ねもうひいおじいちゃんから含めたら4度目の正直ということですねこれはちょっと面白いストーリーになるんじゃないかなというふうにも思っておりますウェブコミュニティプログレス毎朝1時間の生配信と週2回の授業観覧互いに夢を応援し合う仲間と出会える詳細は概要欄のリンクから私はあなたを待ってます なぜで戦うのかなぜ事務所を辞めたのかそしてなぜ海外へ移住したのか葛藤と挑戦の裏にはいつもプログレスの仲間たちがいた中田敦彦の自伝小説「混沌を泳ぐ」Kindle にて発売中 YouTube 大学 in ボイシー全公編ノンストップでバックグラウンド再生も可能移動中や作業中のインプットに最適です概要欄のリンクからどうぞ